ミニヤギは小型のヤギ品種の総称である。具体的にはトカラヤギ、シバヤギ、アフリカ原産のピグミーゴート、あるいはそれらの根種である。ミニブタ、ミニウサギ同様にサイズの個体差が激しい。ザーネン種が混ざると大きく成長する。また、血統症がない。ミニヤギは平均体重は15から4 0ラムと幅がアリメスよりオスが大きくなる。 大型のザーネン種は8 0ラムにもなる。またオスは角が大きく伸び独特の体臭があることから巨勢され、ペットとして飼われることが多い。沖縄ではヤギを食する文化があるため、オスはペットとして飼われる以外は食肉にもなる。メスのミニヤギは生後7ヶ月を過ぎると繁殖でき、20日ごとに繁殖期を迎える。その時期は大きな声で鳴いたり気が荒くなることが多い。 ペットヤギには巨生優が向いている。巨生させたオスヤギはメスかし区別がつかなくなる。餌は主に牧草で雑穀も少量を与える。野草や野菜でも十分飼育ができ、芝刈りとしても重宝される。犬のようにミニヤギは予防接種やフェラリアはいらない。牧草代はヤギの大きさによるが1頭あたり3から5000円が相場である。 野菜や野草中心ならほとんど水を飲まない場合もある。ミニヤギの買い方は庭で飼う、庭ヤギと部屋で飼う、お座敷ヤギと分かれる。小ヤギは寂しがりなので飼い主が絶えず側にいないと泣き続ける。何でも口にするのでビニールや紙など特に注意する。決して紙は食べさせてはいけない。ヤギ牧場かペットショップで購入できる。ペットショップで買うと 親がわからないので大きくなる可能性がある。ヤギ牧場では親の体格から判断できる場合がある。ミニヤギの平均価格は7から8万円である。ペットショップではその場合になる。平均寿命は12から14年。訓練によって呼び寄せたりお手を仕込むことができる。トイレのしつけも可能。相性によって犬と一緒に飼うことも可能である。トイレをしつけるには 尻尾が立つのを見たらすぐにトイレへ連れて行きそこで済まさせ、褒美に餌を与える。ミニヤギの毛色は白、黒、茶色、グレー、ミックスとなり稀に牛柄も出る。白はバヤギと呼ばれるが、純血のバヤギは長野県にある家畜大学以外はなかなか手に入らない。ミニヤギの需要は触れ合い広場で飼われる以外に芝刈り目的を含むペット以外はない。 100%国内で繁殖され販売されている。一部、島に捨てられのヤギとして問題にもなる。ミニヤギバッキーが、動物寄想典外、や、目覚ましテレビ、何これ珍百景など多数テレビ出演をしてから、ミニヤギの問い合わせが増えたという。バッキーは3歳半にもかかわらず体重は5キログラムで、体長は 40cm。ルーラルカプリ農場を生まれ、 なぜバッキーが小さいのかというと、小ヤギの時に体が弱かったためだとか、ありがとうございます。